1839砲は、北海道日高振興局日高郡新日高町にある、標高1842メートルの山である。日高山無役中部資料線上のヤオロマップだけから、西に派生する資料線上に位置し、一目瞭然の簡易な産業を持つ。日高山無役エリモ国定公園に含まれる。1929年7月。 慶応義塾大学の斉藤長寿郎らが、小委託出殺内側を道路にとって登頂当期は1934年3月、北海道大学の伊藤則勝らが、小委託出殺内だけから往復している。1839法は、旧標高に由来するが、国土地位の地形図、2万0千分1。 ヤオロマップだけに3名として記載されたのは1977年10月30日に発行された版以降5万分1、札内川上流では1996年12月1日発行の版以降である。しかし、1839法と記載される以前の1976年の測量で、 すでに標高は1842メートルとされており、1977年の2万5000分1、ヤオロマップだけ、同年の5万分1、札内川上流では1842メートルと記されている。所在地である、新日高町川から、シビチャリ山を越えていく、南西尾根があるものの、これは、積雪期のコースである。小井各シビチャリ川にある、 ペテガリ山荘からの登山道は、ペテガリだけまでしかない。ここから、ルベツネ山、ヤオロマップだけを経て両線図体に行くことができるが、距離が長く、ハイマツコギに終始するので、このコースが取られることは、あまりない。最も一般的なのは、札内川とか地流炭湖の上流にある札内、二股橋から小隠し札内川を遡り、標高四十五メートルの地点で、さまと、 右、股を開ける尾根に取り付き、小隠しな内だけ、八百ろマップだけを経由するコースである。両線の廃末は濃く、札内二股橋から、上り約13時間、下り約10時間、山中2泊を要する。また、札指茶里沢南面右また直東、沢、七市沢川三の沢、七市沢川北面直東沢など、沢からのルートが数本あるが、 いずれも難度が高く、熟達者向きなので割愛する。ありがとうございます。